はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎについてお話ししようと思います。やっぱりですね、ふくらはぎを細くしたい女性、あとはね、サッカー部、野球部、あんな感じでね、ふくらはぎがこん棒のようになってしまっている男性、やっぱりね、足を細くしたい人、たくさんね、いると思います。そういった方に今日はね、ふくらはぎを細くする方法を紹介しようと思います。でですね、タートルがですね、ブログを最近始めました。というのもですね、動画で喋ってることっていうのは意外とやっぱり聞き流してるだけなんで、やっぱり忘れちゃうことがね、多いと思ってですね、ブログを始めています。で、説明欄にブログのリンク貼ってますんで、ぜひ皆さんね、足を運んでみてください。そしてブログの文章の一番下にですね、 LINE のマークをつけてます。その LINE のマークをね、ポチッと押してもらうと、ブログを更新した時に通知が行くようになってますんで、皆さんね、見過ごすことなく、動画と、あとは動画にお話をね、したこと、ざっとですが文章にしてますんで、ぜひね、復習という意味をこねて、噛んじゃいましたね。ということで、見てみてください。で、今回ね、ふくらはぎについてなんですが、女性でやっぱりね、ふくらはぎ、スカートを履いたりワンピースを着たりすると、ふくらはぎがやっぱり出てしまって、やっぱりね、ふくらはぎが太いと、ももも太いように思ってしまってですね、やっぱりいいように思われず、隠してしまいがちになります。ということで、ふくらはぎをどうやってまずね、細くしていくかっていうことはですね、まずは適度に使うと。一つね、適度に使う。ずっとね、立ちっぱなし、座りっぱなしでは、ふくらはぎはやっぱり細くなりません。なので、適度に使うこと。適度に歩くとかね、っていうことがまず第一条件です。そして、あとは、足の裏の重心。足の裏の使い方がやっぱり、外側に力が入ってしまうと、やはりふくらはぎを使えなくなって、ふくらはぎの正面があるとしたら、横側がね、張ってしまいます。そうなると、丸のサイズは、同じふくらはぎの人でも横に張ってしまうと、正面から見るとね、やっぱり太いふくらはぎに思えてきます。なので、足の裏というのはしっかり内側を意識して、日常生活を送ったり、あとは筋トレをするなりした方が、ふくらはぎは細くなります。足の裏の重心がですね、小指の方にかかった状態で日常生活を送るとか、あとは筋トレをしている、クラブをしている、そういった方はですね、どんどんやればやるほど、ふくらはぎが内側に寄ってきて、すねの横の筋肉がですね、張ってきてですね、どんどんふくらはぎが横に太くなります。なので、そういった人は、もうやらないのもある意味手です。やっぱりクラブとかね、習い事、筋トレ、なかなかやめるのは難しいと思うんですが、足の裏の重心が治らない限り、ふくらはぎはどんどん横に広がって、正面から見たり後ろから見るとしっかりね、横に広がって見えます。同じ丸でも丸になってしまうと細くなるんですが、横に広がっちゃうと、もう前からと後ろからは本当に太く見える。なので、適度に使うこと、そして内側重心、足の裏をとにかく土踏まずや親指の方に重心をかけて、筋トレやクラブをしなければいけません。あとは必ずお風呂に使って、今日の疲れ、その日の疲れを必ずマッサージをして、ふくらはぎをすっきりさせて寝ることが大事です。ざっとですが、今みたいに適度に使うこと、そして内側重心、その日の疲れを必ず取って寝るということをまず守ってくれれば、ふくらはぎがね、だいぶすっきりします。やはり使うばっかりで細くしようとして、疲れを取るケアをしない人がですね、まずふくらはぎが太くなっていきますんで、そういったことを踏まえて、しっかりふくらはぎを大切にしてあげて、細くしていってください。簡単ではありましたが、今日もご視聴ありがとうございました。簡単にブログにしていますんで、説明欄にぜひブログのところのリンクを踏んで、足を運んでみてください。コメントもどしどし応募しております。ご視聴ありがとうございました。